登録者数が1000人になりました。ありがとうございます。初めてチャンネルを作ったのは2007年6月。その時は自分が作った作品の動画をタダで保管していけるっていうぐらいの気持ちで最初上げたんです。遊びの動画をね、ブログに動画を貼り付けるために一度 YouTube にアップロードする、そういうような、ね、使い方をしてました。でね、調べてみたら13年、2020年まで、ほぼほったらかしで、2020年に自粛があって、じゃあ何か動画を上げていけたらいいなと思って始めました。でそれが2020年の4月6日ですね。その時はね、チャンネル登録者数がなんと3名で、過去の動画がもうぐちゃぐちゃだったから、ちょっと整理して新しい動画をアップ始めました。で少し前に500人達成した時にね、報告の動画を作ってアップしてありますが、4月の26日、約20日後ぐらいなのかな、2週間ぐらい経って登録者数が500人になりました。で、それから約1ヶ月ちょっとぐらいかな、2020年の6月1日ぐらいに1000人を達成しました。視聴回数が40万ぐらい、どうもありがとうございます。YouTube はパートナーシップっていうのがあって、いわゆる広告を貼り付けたり、もうちょっとこう細かい設定ができなくて、そういういろんな次のステップに入れるようになるための審査を受けられるんです。で、昔はその審査がなくて、パートナーシップになりませんかっていうようなのが、初めて動画を上げた時に実は来てるんです、1回。でその時は何の条件もなくて、なんかある程度動画がバッとこうヒット多く見てもらったりすると、自然に多分 YouTube の方から来たみたいです。でもその頃は他の機能も特に必要だと思ってなくて、スルーしてそのまま13年いました。それで近頃ね、 YouTube 上げ始めていろいろ調べてみたら、なんと今はいろいろルールが変わってて、 YouTube のパートナープログラムに審査に通った場合、パートナーシップになれるみたいな。まず、申請を出さなきゃいけない。で申請を出すための条件が2つあって、過去12ヶ月間、つまりこの1年間で総視聴時間が4000時間、この1年でいろんな人が見てくれて4000時間以上動画が見られましたよっていうのが1つ目の条件。2つ目の条件が登録者数1000人、ね、その2つの条件をクリアするとパートナーシップの申請を出せる。せっかくなんで数日前に1000人達成した後に申請してみました。で YouTube にこのチャンネルをチェックされて、動画の内容とか、著作権違反がないかとか、違法な内容ではないかとか、そういうのが審査されて、お審査に通るとそのパートナーシップ利用できるようになるみたいですね。僕の場合は8週間で1000人に達成しました。2007年から計算すると13年かけて、1000人ってことになっちゃうんだけど、一応ちゃんと動画をアップし始めて整理して、YouTube に少し時間をかけるようになってからは約8週間で1000人になりました。1000人到達するのに1年以上かかりましたとかね、そういう人も結構いるみたいで、2ヶ月は早い方みたいで、本当に皆さんが見てくれてね、また見たいと思ってくれて、多分応援してくれてる気持ちがこのチャンネル登録とかこういいねボタンにねつながってるんだなと思って、本当に感謝してます。ありがとうございます。今回こういう機会があったからね、 YouTube に動画を上げて、少しでも何か空いてる時間をね有効に使って、みんなに何か配信できたらいいなと思って始めたんだけども、ありがたいことに緊急事態宣言もね解除されて、一応クラムトバレーもレッスンを少しずつ再開始めて、そうなるとね、もう今週もすでに結構月火水木今日も金、この後コンクールのを見てあげる子がいて、明日もレッスンがあって、ほぼ毎日のようにレッスンが入っちゃいますね。でそうするとなかなかこれからはちょっと残念だけども、同じペースで、動画を上げるのはすごく難しそうで、撮影も編集もいわゆる動画を切って貼ったりとか、もう自分が悪いんだけど、こうすぐ咳が出るから、みんなにもこう不愉快だと思うから、咳のところ全部こうカットしたりして、編集にもすごく時間かかっちゃって、本職のそのバレエ、それが振り付けにしてもバレエの教えにしてもね、
リハーサルにしてもやっぱりそっちが優先でどうしてもやらなきゃいけないので、動画を上げるペースはね少しずつになっちゃうかもしれないけど、これからもみんなが楽しんでもらえるようなね、あの動画とかオンラインレッスン的な動画もまたこれからもね上げていきたいと思いますし、まあ、全然ねバレエもコンテンポラリーも関係ないような、ね、遊びの動画なんかもねたまには上げるので、あの時間がある時にちょこっと見て楽しんでもらえたらなと思います。まあ、特にバレエの動画概要欄なんかにね、作品によってはこういうストーリーですよとか、こういうストーリーのこういうシーンの部分なんですよなんていうのを上げたりもするので、そういうのを見てね、あの踊りを見てっていうのもいいと思うし、バレエ見たことない人だったらバレエってこういうものなんだ、あこういうストーリーをこんな風に踊りで表現してるんだなんていうのをね少し楽しんでバレエの魅力を、まあ、伝えられたらいいななんても思うし、まあ、そこでねバレエに興味持った人が、あ生の舞台とかレベルの高いプロフェッショナルの、ね、踊り見てみたいなと思ってくれてね、劇場に足をね運んでくれたらそれも嬉しいなと思うし、それからまあバレエをねやってる子だったらね、もちろん例えば生徒たちの踊りとか発表会でやったような作品の動画っていうのはもちろん生徒たちだからね、年相応であったりもちろん年相応以下であったりね、上には上がいっぱいいるし本当にうまい子っていう中にいっぱいいるからまだまだな部分もいっぱいになっちゃうけども、いいところもね悪いところ見てね批判するために見るんじゃなくて、バレエ頑張ってる子が互いにね頑張ってる子同士として勉強する素材、いいとこ見てもちろん見習ってみたり、悪いとこ見てあ私はこういう風にならないようにしようってね自分の次のレッスンにね生かすようにとか、そういうのにもね使ってほしいなと思います。それからまあうちの生徒たちとかね過去の作品で踊ってくれた人が映る時とかもあると思うんだけども、自分が映っていることがプレッシャーになる子もねいるみたいなんだけども、上手いとか下手とか、自分にまだ自信がないとか、それは若い子もね年いってる人もアマチュアもプロも関係なくみんな同じようにあると思います。例えば過去の動画が上がって自分の踊りが上がんな下手な時の自分見られたくないと思うのもすごく気持ちわかるし、じゃあ近頃踊った動画ならいいのかって言ってもやっぱりまだこんなの見せられないとか下手だから見られたくないとか嫌だっていう気持ちもやっぱり同じでわかるんだけども、そうじゃなくてやっぱりバレエを頑張ってる子っていうのはやっぱりなぜレッスンするかって言ったら舞台に立つため、舞台に立つっていうのはやっぱり人に見られる、で人に見られることを怖がらないでほしいと思います。確かに特にネットなんかだとねアンチの人がいたり何でもかんでも悪いことしか書かない人ももちろんいるけども、それは生の舞台でも声に出さないだけで、あ今日はいい舞台に出会えなかったって思って帰ってくお客さんももしかしたらいるかもしれない。でもそういう声を怖がらずに自分がやってきたことが過去の練習ね、それが5年前でも10年前でももちろんこの本番に向けて頑張ったこの1ヶ月とか数ヶ月っていう時間を自分がバレエとかそれを指導してくれる先生とか振付家とかと全力で自分が向き合ってきたのならば、結果まだ踊りがレベルが低い部分があったりしてもそれは恥じることないと思います。みんな自分の踊りの結果に対してこんなの見せれないって思う子もいるみたいだし、その気持ちも本当にわかるんだけど、そういう安いプライドは捨ててそのプロセスに自信を持ってほしいと思います。踊りに自信を持つっていうのはすごく難しいけども、努力してきたことに自信を持ってこれだけやってきたんだから大丈夫っていう気持ちであとは踊るだけだってね舞台に挑むべきだし、それと同じように動画を通して視聴者の人に見てもらうのも全く同じことだと僕は思います。だから自分がやってきたことに自信を持って堂々としててほしいと思うし、逆に全力を尽くしてないで手を抜いてねバレエのレッスンをしてきたとかリハーサルをしてきたとか、もしそういう子がいるのであればまずそこを見直すべきだと思う。人に見られてどうこうする前に自分がやってきたことにまず自信を持てるかどうかっていうところとしっかり向き合って、私はまだまだ下手だとしても私はこれだけいつも手を抜かずに本当に精一杯バレエと先生と向き合ってきたから恥じることはない、そしてこれからもまだまだねそれを続けるしもっと上手くなるからっていう気持ちを持っていてほしいと思いますね。そうみんながね日々頑張って本当にバレエと向き合ってる子だったら、自分より下手な子を見てもきっとそこまで踊るだけの大変さが分かってあげられると思います。自分も下手な時があってでも上手くなりたいから必死で努力してきた子だったらそこまでの苦労
精一杯踊っていることに拍手をしてあげられると思います。踊りも上手い下手だけで見るんじゃなくて、もしバレエを特にねやってる子だったら、これだけじゃあ踊る、このアラベスクをする、ね、今のこのバランスを決める、このぐらい力を抜いて踊る、いやこのぐらいメリハリを持って踊れるためにはどれだけの努力をしてきただろうか、この子はね、どのぐらい練習をしてきたか、どのぐらい基礎を大事にしてきたか、そういうことを想像しながら見て、あ、私ももっと頑張らなきゃなとか、私だってこうなれるはずだとかって思ったりしてほしいと思います。まあそんな感じです。これからもそう少しずつになっちゃうかもしれないけど、動画上げていこうと思ってるので、このチャンネル見に来てくれると嬉しいです。登録1000人ありがとうございました。それから登録はねしてないけど見に来てるよなんていう人もいると思うので、見に来てくれてる人もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。